48ハルピョンこと橋本春奈です。やっほー、ふよー、寝起き寝起き、お仕事終わって帰ってちょっと寝ようと思ったら1時間何時まで起きてたっけな、1時間半くらい、寝てた。おはよう、みんなおはよう。でも今日はもう寝れません。それはちょっと嘘だけどでもやることがあるのでしばらくはここからしばらくは睡眠時間が短くなるので、頑張ります。そう、いっぱいあるのよ、なんか配信中にもできることをやらせていただこうとすると、パソコンカタカタですね。一つもうちょっとなんだけどね、見てうちの今のパソコンやばすぎ、絶対配給好き。すごいっしょ。いい感じに配給好きだよね。パソコンでいろいろするのは楽しくなります。逆にこんだけかもうゴテゴテだとね。パソコン出すのが楽しくなる、普通に、お疲れ様です。どうも、めっちゃ仕事できる人に見えそうでしょ。そうやって見せることは上手。
それっぽく見せることはできます。実際できるかと言われたらものによりますちょっと一瞬明るくなります。ちょ、画面暗すぎてコメント読みにくかった。こんばんは。これはこの日は朝からレッスンがあった日です。こんばんは、やっほー。そう、みんなに朗報がありまして、あ、みんなというか7月14日 ?13 日ちょっとどっちか忘れたけどに握手会来る方に朗報がありまして、今日仕事帰りに無事黄色のあれをゲットしたので、なんとかあのひまわりコーデできそうです。ただちょっとあの本当忠実に再現はちょっとさすがに無理で、本当になんか頑張ったねハルピョンぐらいのはい、頑張ったねハルピョン偉いよっていうぐらいで、あのすごくね見ていただけたら嬉しいなと思います。すいません、14日、ちょっともう販売は終わっちゃってるので新しく来るのは無理なんですけど、まあ言ってたからねやるよって。できなかったらごめん、でもまあやる気ではいるよとは言ってたので、してくれるんじゃないかなと信じておりますが、コメント固まってると思ったら固まってた何言ってんのだよね、ごめん。
でもとりあえず、まあ、楽しみにまでは言えないかもしれないけど、普通に来てくださる皆さんにはね、せっかくね、そうやって行くよって言ってくださっているんで、楽しみにしといていただけたらなと思います。よろしくお願いします。あと他の日も決めようかな、そろそろね。もう遅いかもだけどね決めようかなとも思いますね。本当はね、もっと早く決めるべきなんですけどね。すいません、はい、本当にすみません本当にすみません。売り切れね。9月の14日が一番今近いところにいるのが一個あるんだけど、それができたらなとは思ってます。今日も暑かったね、本当に暑い、毎日暑いですね、本当に。いつまで暑いんだろう、まあこっからかむしろこっからですよね。すいません、いつまで暑いんだろうとかなんかバカげたこと言ってごめんなさい、マジで。今日は扇風機ちゃんを昨日の夜本当にお風呂入った後に汗だくになりながら扇風機ちゃんをよいしょよいしょって出して、はあ、で今は扇風機ちゃんがついております。涼しいです。昨日はちょっと湿気が多くてダメだったな、私の中では。そう、
ちょっと負けたね。湿気には負けました。よし、開始。できた。一応仕事してた。イバチュンさんハート、つかさん、鉄道のエイトさんハート、ありがとうございます。すいません、仕事しててそう、みなみちゃんのツイッターに私の写真を使ってもらいました。てか使ってくれました。嬉しい。そう、なんかちょっと仕事したなって気持ちやっぱさ、他のメンバーの SNS に乗るってさ、そのメンバーもいいって思わないと乗らないじゃないですか。いや、私の中ではめっちゃいいなと思った写真もさ、そう、そのメンバーがいいなって思わないとその SNS には乗らないわけで、 その SNS に載せてくれるっていう、本当にあの、なんて言うんですよね、この自己肯定感上げてくれるみなみちゃん、ありがとう。自分の写真いいんだって認めてもらえた感じ、嬉しいっすわ。全力で可愛く写真撮ろうと思ってピンクフィルターで写真撮ったの。多分それがみなみちゃんの心を動かしたんだと思いますはい、ね、確認すんのめんどくさいけど、このまま、いや確認した方がいい絶対。最終チェック、
マジで。でも今日生きるってね、今日生きるって素晴らしい。はい、割ともう踊れるようになったので大丈夫かなと思います。合間に、お仕事の合間に映像を見て振り起こしした。まあ、明日ですからね。本番明日だからね、やんなきゃ。全然あのむしろ遅い。むしろ遅い。私がさ曲紹介の人だったらどうしよう。本当に生きるって熱狂って言っちゃう。絶対違うと思うけど、私曲紹介じゃないと信じたい。できない、曲紹介間違えちゃう。変えてほしい。私だったら絶対間違える。コロポックルさんハートありがとうございます。ヤッチンさんハートありがとうございます。今日ひゆかに言う時も、生きるって熱狂やばいみたいな、めっちゃ笑われた。違いますよ、あぴょんさん。ぴょんさん何言ってるんですか。違いますよ。めっちゃ笑われた。違うわって言ってた。混ざったわ。なんか私そのこの曲のリハ行かなか行け、うん、この曲のリハに参加してないんですね。そう、参加できなくて、でその振り笛をほらおりんちゃんとさ同じポジションだから、おりんちゃんの映像を、おりんちゃんを探せばいいやと思っておりんちゃんを探してたので、おりんちゃんいなくて、そうで多分あの1回目と2回目がある。それメンバーがいっぱいいるからさ、そのなんていうんだろう、1回目と2回目があってレッスンにも言いたいことわかるよね。1回目撮るときと2回目撮るときがあって、でおりんちゃんを探せばいいやと思って、そのスタッフさんからいただいた映像、スタッフさんからこれがその今日この日にやったリハの映像ですって送られてきた映像の中におりんちゃんがいなくて、でおりんちゃんに、えあの日いなかったのって聞いたら、いましたよみたいな。でおりんちゃんが送ってくれたのよ映像、その別でね、個別で送ってくれて、見たら同じところに別のメンバーがいて、え待ってみたいな。そうおりんちゃんと同じところに私がもらった映像では別のメンバーがいたの。え待ってみたいな。えどっちが正しいんだと思って立ち位置表と照らし合わせたら、そのメンバーが間違ってたのね。えこの子間違ってると思って、そうやばいやんって、え別のとこ覚えちゃってるやんと思って、そうえこれ本番急にえポジションかぶってますってなってやばくなるやつやんと思ってマネージャーさんに連絡したら、あその子そこミラでそこのポジションなんですって来て、なんかすいませんみたいな。そうなんかすいません、あすいません、なんか勝手なこっちの勘違いでしたみたいな。そうなんかそこミラ研究生公演と研究生公演でそこのポジションの子が入ってたっぽくって、
ってなりました。昨日の夜めっちゃ焦った話。怖い話じゃないよ、大丈夫。そうっていうことがありましたよーって。あれこれ調べてない、あれ調べて、この違うよね、間違えてる、危ねえ。よかった、最終確認して、間違えてた。 OK、 提出を保存して、保存して提出を。保存して。でも私的にはその映像に入ってくれてたから、なんかめっちゃありがたかったです。そのやっぱさ、映像に自分の人がいると人がいないじゃん。そう、何やるか分かんないみたいな瞬間もあるじゃん。私的には入ってくれてるのがありがたかったですね、めっちゃ。けどマネージャーさんからはすいません、その子はそこミラでそこなんです、ごめんなさいって来てて、いや謝らないでと思って、あ全然良かったですみたいな、全然良かったですって返信しました。大丈夫です、あそう綿棒買った、無事綿棒を買いまして、あの結局選ばれたのはウェルシアでした、はい、そうウェルシアでね買った方がもう100均に、その100均寄ってと思ったんですけど、そう100均行くのめんどくさいなと思ってウェルシアでいいやと思ってウェルシアに行きました。一応ネットでは調べたのよ、調べたら200本100円、まあ、110円だったので、ウェルシアでは200本400本200いくらみたいな、210ちょっとぐらいで、多分ウェルシアの方が安いと思ってそう、もっと本当は店頭に400本100円のやつとかあったかもしれないけど、全然それは見てないんだけど、まあ、いいやと思って、ウェルシアブランドの綿棒ちゃんを買いました。
ちょっとね、月が前前でね、すごい主張しすぎなんよ。ちょっとずつね、配球が多くなってきましたね。明日公演なの、うち。そういえば忘れてた。やばい、どうしよう。あ、そう、みんなにはね、羨ましがってもらおうじゃないか。あれ、今どこ置いたっけ。もらって帰ってきて、どこ置いたか忘れちゃった。ちょっと待って、じゃーん。なんかイベントやってたんでしょう。知らないけど。それのと当選者さんにもらえるドボンキラキラカードもらいましたー。イエーイ。あ、イエーイ。で、1位から3位になった方々にはちゃんとサイン書かせていただいたので。その当選の皆様もしっかりお待ちください。楽しみに待っててください。目かゆい、羨ましいでしょう。で、ドボンのスタッフさんにとあることをお願いしといたから、まあ、きっとできると思う。そのなんか無理なお願いじゃない。そのドボンのなんか曲作ってくださいとかっていう無理なお願いじゃない。うん、できるお願いをしといたので。ドボンの方に、そう、ドボンの方さえ動いてくれれば実現可能なお願いをドボンの方にしといたので、てつやさん、まじさん、鉄道のエイトさん、ハートありがとうございます。とりあえず1位から3位の皆さんと、あとなんかランキング的にちょうどなんちゃらみたいな人、楽しみにしててね。あとなんかあるかな、喋りたいこと。あ、行かない旅、岡山見る？見て終わろうかな、配信今日か。明日の公演の私が振りを起こしている映像配信を垂れ流すか、どっちがいい。でも岡山編今日見れなかったらいつか見れるかな。
ちょっと忙しい日々が続きまして、だから見ますね今から。ちょっと厳しい、わかんない、この日絶対見れるみたいな日があんましなさそうなので、今見ちゃいたいと思います。50分から開始する予定なので、皆さんも一緒に準備してください。見まさか、まあ、YouTube ですぐ配信されるから別にいいんだけどね。あと、あのいいねボタン押しといてね、みんな。やばい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 CM CM 流れちゃう。やばい、また右耳壊れてる。あ、来た。よし、50分になったら行かない旅見ます。20時50分から行かない旅 in 美まさか at TVerアルバンさん、長月さん、ハートありがとうございます。明日は一日忙しいてか、本当になんか7月あのさっきねスタッフさんからね確定案件みたいな来たんですけど、なんか7月バッタバタでも全部楽しみ。そう、これも楽しみなあれだし、まあみんなちゃんとこの日は開けてあるよねっていうちゃんとこの日は空いてるよね、 AKB ファンなら空いてるよねっていう日と、あとあ開けといてねっていう日が一日ある。よろしくお願いします。まあ AKB ファンならあの日は空いてるよね普通に。お、ということで50分になったので、それではランキングじゃない行かない旅行きたいと思います。見ていきます。行きます、いっせーので
ヌートリアは知らないです。エクアドル、ペルー、ボリビア、はい、どこですか？急に急に日本ですか？誰も知らないの？誰も知らずに岡山へ行かない旅しようとしてたんだ。ヌートリアって何っていう感じですよね。普通に最初に聞いても、狩猟の師匠がいるのが意味がわからん。確かに。山奥。岡山って4時間もかかんだ。はい、 A 姉さんの衣装を着させていただいているので、すいません、旅客なんちゃら。ズートピア、めっちゃ可愛いヌートリアって顔してる。めっちゃ可愛い。カワウソ。すごいよね。もうなんか南米に支配されてる。もっとこんくらいかと思った。ね、大きいですよね。ちっちゃく見える。めっちゃ可愛い。食べないで。お。こんな色なのね。ちょっと前から見たらちょっと可愛くない？ちょっと前から見ると可愛くない？タンパク源って思ったことない。
てないかい。あゆ好きです。優しかったのに、東出さん優しかったのに、ここまで出たけど出さないでくれて、リハックも意地悪、出しちゃった。うさぎの味に似てるって出しちゃった。ほんと意地悪。意地悪だけど仕事くれるから嬉しい、ありがとう。ビチューだって。ビンゴってどこだっけ、広島か。行かないっすよ。岡山はちょっと行かないっすね。怪しすぎやろ。ね、なんか桃太郎って感じするよね。え、本当にここが東出さんが見たかったところなのかっていう不安。日本語が多くて嬉しい。弱すぎ。日本語が多くて嬉しい。違うのよ、東出さんいなかったらまず南米になってないのよ、普通に考えて。そうなのよ、うん、東出さんがいるから南米であっただけで、東出さんいなかったらやばかったよじゃないのよ。そうそうそう、あの間違ってんのよ解釈がね。ゼロゼロなのよ。島根、あの私本当になんか何もない、何も分かってないように見えて、あの一応地理選択だったので、そうでチーム8っていうあれなので、あの結構日本の昔のなんかビチュー、ビンゴ、ビゼンとかそういうなんか稲葉の白ウサギとかそういうのにはちょっと少しだけ詳しいんですよ。でもさすがにみまさかは知らなかった。ダメだった。めっちゃおもろい。移住しようとしてんの。花の苗、花の種は売ってますね。
だから洗剤が売ってればいいってことでしょ。そりゃそうよ、外だけじゃダメよ。すごい、4000円で泊まれんの、いいな。ご飯がいい、ご飯がいいよ、本当にそう。米大好き、白ご飯大好き、白米好き。関係ない、米がいい。まあ、1回、確かに1回は行きたい。でもそれは美味しそう。イノシシが取れればいいみたいな。美味しそう。姫のもち米の米粉を使用した麺。お土産出した、すいません、すいません。佐々木商店でした。うおー、いいね。恋仲とかも取れそう、富山で昔。もう頭の中どこかわかんない、どこって感じ。東京どこ、東京よくわかんない、やめてと思いながら。名前は聞いたことあるのよ、都会だなぁと思いながら。カットカットカット、やば、海。外出ない。個性求めに岡山行きたい。カットカットってしてんのおもろい。埼玉、でも埼玉はあやねちゃんが育つから可愛いですね。小島さんとかもいるし。
可愛い町です。ちょっとすごいとこ引き当てちゃった。ポジティブ。絶対嫌だよ。スーパーないけどね。佐々木商店しかないから。iPhone でも今綺麗ですからね。あれがあれば叩くやつ。もののけ姫見たことないんですよ。すいません。いやジブリも見るますけど、確かにそれはそう。ポジティブ。え、もののけ姫見たっけ。待って、やばい。あれ、え、あ、見たっか。待って。あ、見たわ。明日か。まあ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 、こんだけあのジブリの話してくれてるから大丈夫。トトロは見たことある。すいません。まあいいんです。いや嘘ついたんじゃない、間違えた。まだその良さは分かんない。トトロ見たことあるけど良さは分かんない。あ、見たことあるわ。そうだ、アシタカとヤックルでしょ。ごめん、もうなんか違う、体調不良。体調不良、ごめん。すいません。そうだ、タタラ守るから行ってきてみたいな。そうだね、言ってたわそんなこと。
体調不良で記憶が曖昧すいません。しょうがない。すごい。ここすごい。廃校が生まれ変わ、すごいよね。めっちゃ綺麗。てか逆にこれ廃校にする必要あったってぐらい綺麗な小学校じゃない？めっちゃ綺麗。やめてよ。そう、温泉見てなかったからね。健康促進、音符音符めっちゃおもろい。健康促進、音符音符普通のホテルですね。そそらないけど見たことはあるよ。うちらチームメイトって本当にホテル暮らしが多かったんだから、全然わかるよこのホテルの感じ。おお、食べてる。川魚。ああ、それはそう。あ、あれも出してくれた。なんと、ねえ、ひどいひどいいけないっすよね。もう支えないよ。悲しい。でも慕ってくれてると信じてる。うちはわるい大人。あります、ありますよ。ご飯今度パンケーキ行こうって約束もしてあるんで、もう3ヶ月ぐらいかなってないけど前に1回一緒にご飯行って、その後に
その後にパンケーキ行こうって言ってちょっとお腹いっぱいだったから行かなかったやつ。鯉のさ、洗いってめっちゃうまいんですよね。鯉の刺身私好き。美味しそう。働いた方がいい。なんかもっと高いかと5400円とか想像してた。アマゴ。私カリンでいいな。3.4 だと。行かなくていいのに。日本の安心感。いや、まあ歩こうとしとるやん。4本撮りですから。ということで、次回大阪、次回も出演させていただきます。はい、いいんですか。ありがとうございますっていう気持ちなんですけど、私の中では。まあもちろんそりゃ本当にありがとうございますっていう気持ちですね。まあ分かんない。この日も真中ちゃんに別の仕事、選抜仕事があったのかもしれない。そう、そう。でも本当にこうしてまた出演させていただけて、この岡山というかペルー、ボリビア、パラグアイ、あれ違う、なんだっけ、違う、合ってる、エクアドル、ちょっと待って、めっちゃ大変じゃん。あ、大丈夫、ごめん、頑張る、頑張って、自分、ちょっと待ってね。はん、え、終電やん。わかんないけど頑張れ。
全然。なんだっけ、ボリビア、エクアドル、ペルー、ペルー、エクアドル、ボリビアをこう行かない旅させていただいて、南米の良さはもちろん本当に東出さんがたくさん教えてくださって知ることができたし、岡山に戻ってきてなんか、あ、本当日本って安心するんだなっていうのがなんかよりね、より感じれた、そんな収録回だったんじゃないかなと思います。まあ多分というか、その最初の3カ国エクアドル、ペルー、ボリビアは行かないけど、まあ岡山はワンチャンみたいな、ワンチャン行く機会があったらねみたいな気持ちではありますが、まあっていう感じで、本当にまあこの行かない旅はめちゃめちゃいろんな企画をこういろんなところに行かせていただいて、いろんなお話を本当に聞かせていただいて、旅っていいんだなっていうことに気づかせてもらった、そんな企画なんだなって個人的には思っているので、いつかね、1カ国ぐらい、1カ国じゃない、1カ所ぐらいね、普通に本当に行ってみたいですよね。だってこんなにもう日本だけで5カ所、まあ、次のね回合わせたらもうちょっと増えますけど、まあ次の回は日本か分かりませんからね、まだね、また急に意味わかんない意味わかんないとか言っちゃった、違うところに行くかもしれないし分からないけど、そうでも本当にいろいろなところにこう行かせて、ネット上で行かせていただいて、次は大阪です。大阪のどこでしょう、どこだと思いますかね。ちゃんと大阪ですよ、大阪ではある、大阪ではあった。ユニバー行ってたらもう行くたびやん。うん。ユニバー行ってたらもう行ってんのよ。私も。みんなも。行ったことあんのよ。え、かわいい今日。寝たのにかわいい。ありがとう。
ピンと来た君は宇宙人、みんなとはどこかが違う。ピンと来た他の星の人、ピンと来た心の何か、君となら友達になれる。いつだって僕は一人きりだ。放送されましたけど、第2話、第1話また今度一緒に見ましょう。よろしくお願いします。明日の公演はちょっと、生きるって素晴らしい、一回ちょっと見てて。一回見てて、行くよ。歩いて歩いて回る。てて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 てだけだった。はい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 、右足トゥトゥトゥ、うーんで回って、内側内側外側外側、ステップステップ、驚いて僕の前に QR、 ゼロひらなさすぎ青空、鳥だように翼広げ、不声でも行けるよ。やばい、歌詞やばい。下上下上、生きるって素晴らしい。ポーズポーズポーズ、でででででで、でで、ワンツースリーフォー、でででで、回って前、行くの前に自由はある、空ひなの先に青空、鳥だように翼広げ、どこへでも行けるよ。やばい、立ち位置とか覚えてない。でもはい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 、下上下上、生きるって回って、生きるって素晴らしい、生きるって素晴らしい、生きるって素晴らしい、ララ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 ラ。やばい、最後回んの忘れそう。今も忘れた、回んの。てててててててシュン、はい完璧。最後回んのだけ忘れなければ。
ラララーあああああ、はい、最後回るの際忘れなきゃ。できます、ハルピョンならできる、頑張ります。一緒に歌うとカラオケしてるみたい、いいじゃん、歌ってこ。ということで、私はこのあと本当にやらなきゃいけないことをやり、お風呂に入り、何時に寝れるかな。明日も公演の前にお仕事が一つあるので、それを頑張ります。とりあえず頑張る明日は配信午前中にちょっと行ってきたらなと思ってます。で、夜もまあ30分ぐらいできたらなとは思ってます。とりあえず頑張る橋本、とりあえず頑張れば人生生きていける、そう思って生きていこうと思います。ということでランキング読みます。いきます。1位、長月さん、ありがとうございます。2位、てつやはるぴょん大大大好きさん、ありがとうございます。3位、鉄道ナイトぴょんず、明日公演行きます、ありがとうございます。4位、サプライズレバーとぴょんずさん、ありがとうございます。5位、トラックヤローアットゴリさん、ありがとうございます。6位マジさん、ありがとうございます。7位ともゆきさん、ありがとうございます。8位バンボシさん、ありがとうございます。9位山内さん、ありがとうございます。10位コロポックルさん、ありがとうございます。11位イバジュンさん、ありがとうございます。12位トシさん、ありがとうございます。13位ヤッチンピョンズキトキト笑顔大好きさん、ありがとうございます。ということで皆さん一緒にね、いろいろ見ていただいたり、生きるって素晴らしい見ていただいてありがとうございました。明日劇場公演、明日初日の子がいるんだよね。なんか私も知らなかったんだけど、さっき聞いてびっくりした。初日の子がいるので、その子たちも頑張ってほしいけど、私自身もファンの皆さんに全力で今日もハルピョンが一番良かったって思っていただけるように、一個一個の公演ステージを大切にしつつ頑張りたいなと思います。ということで、それではまた明日配信と劇場等でお会いしましょう。最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのはハル、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで8167盛り上がりの皆さんにきっと期待がお届けしちゃう、富山県出身アルピョンこと地元アルナでした。それではありがとう、おやすみなさい、またね、バイバーイ。